皆さんこんにちは。シルカーズチャンネルの大峰です。ソムリエの奥野です。今日は新宿にある中華料理店上新郎さんで、あらかじめ選んだ料理に対してぴったり合ったワインをソムリエの奥野さんに持ってきていただいたので実食していきたいと思います。奥野さんは普段はどんなお仕事をなされているんですか？はい、私は普段世界中のワインをご案内させていただいたりですとか、あとワインのイベントなどをやっております。詳しくはこちらの LINE 公式アカウントの方をご登録いただきますと、いろいろ活動内容ですとかどんなものをご案内しているかというのが分かりますし、クーポンも発行してますのでぜひ登録していただけたらと思います。よろしくお願いします。牛肉の黒胡椒炒めが到着しました。いやー、美味しそうですね。美味しそうですね。はい、でこちら中国語ではヘイフーチャオチャオニューローと言います。はい、牛肉の黒胡椒の炒めでベースが醤油味です。はい、はい、ですので私は赤だと思います。そうですね、はい、赤ワインが良さそうな気はしますよね。はい、もう自信あります。今日は視聴者の皆さんもそうですよね。赤ですよね。そうですね。はい、赤ワイン良さそうですね。良さそうです。はい、まあ、どんな赤ワインかってことですよね。あ、そうですね。はい、なんか当たったようだな。はい、この牛肉の黒胡椒炒めにソムリエの奥野さんは一体どんなワインを合わせてきたのでしょうか。気になりますね。それでは続きをご覧ください。ドーン。それでは早速いただいてみたいと思います。はい、いただきます。いただきます。うん、柔らかいですね、これは。口の中で一瞬にして牛肉が溶けていく感じですね。本当にこう柔らかくて美味しいですね。で、胡椒も効いていて、そうですね、はいはい、非常にコクのあるお料理だと思います。はい、でコクがあるけど意外とさっぱりした、はい、そうですね、スッと入っていきますの で, です、ね、はい、まあ、先ほどね、大峰さん予想された通り赤ワインかなと思いますし、うん、はい、赤は何でもいいかなとは思うんですけれども、まあ、せっかくこういった上品な非常に、ね、上品なお料理ですので、うん、はい、まあ、上品なワインと合わせてみるのはいいのかななんて思います、はい、なるほど。今回ソムリエの奥野さんが黒胡椒の牛肉炒めに合わせていただいたワインは、はい、今回、牛肉の黒胡椒炒めに合わせたワインは、アメリカのピノノワールというブドウ品種を使っている赤ワインです。で、こちらピノノワールというブドウ品種はですね、はい、まあ、高級ブドウ品種、大峰さんロマネコンティって聞いたことありますかね？ありません。はい、一本ね、何百万するって言われているフランスのワインと同じブドウ品種を使っていまして、とは言ってもすごい濃いわけではないんですね、うん、非常にこう色が薄めでエレガント、はい、渋みが比較的弱くなっています。で、とはいえアルコール度数はですね 14.2%、 通常の、ワインというのはだいたい 12% から 13% ぐらい、14% になるとかなりこうアルコール度数が高いので、濃く感じます。ねっとりとしてきますので、味わいは優しいでエレガントなんですけど、しっかりと飲み応えがあります。で、しかも今回お皆さんご覧いただきますね、年が2010年、はいはいはい、2010年のブドウを使っていますので、熟成感、熟成をしています。ですのでこういったこう上品で素材の味をこうしっかりと召し上がっていただくワインは、こうピノノワールのようなこう渋みが柔らかくて、で熟成感のあるワインと合わせていただけると非常にこうリッチな気分になっていただけるかと思いますので、はい、ぜひちょっとお飲みになってみてください。あ、はい、いただきます。いや、すごいですね、これは、はい、牛肉にこのワイン、はい、すごいリッチなね、はい、気分になりますね。そうです、もうね、中華料理だろうか
中華料理だとかフランス料理だとかそういったこう枠を超えた良さが出てくるんじゃないのかなっていうような、はい、その組み合わせの良さだと思います。はいはい、もう料理も中華料理じゃなくなっちゃったような。そうですね、中華料理の良さはそのままあると思うんですけれども、はいはいはい、こう楽しみ方っていうのはもうなんか国関係ないんだななんていうふうに思っていただけるんじゃないかと思います。はい、なんかね、こう地球に線が引いてありますけど、はい、その線を取っ払った一つの宇宙船地球号って感じですね。そうですね、はい、いや非常に美味しかったです。はい、奥野さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。ご自宅でお料理を作った時にこの動画を参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白いと思われた方はチャンネル登録かいいねボタンをよろしくお願いします。